バラーム修道院の県境聖堂のイタリ聖書にある宝座。七色台が後方に置かれ、さらに向こう側の壁際には宝剣台が王位をかけられた状態で置かれている。宝座とは、聖教会の聖堂内のイタリ聖書に設けられる祭壇。生体礼儀の中心をなす台座であり、イタリ聖書の中心に設けられる。聖堂の中心的存在として位置づけられる。 形状が四角形であるのは、福音が世界の四方へ広がっていくことを象徴するとされる。また、聖教会では、天使の一階級名でもある。日本聖教会約聖書及び日本聖教会の祈祷書では、旧字体である宝座が用いられているが、宝座の表記も同教会で用いられる。以下、本記事では一部を除き、宝座の表記を用いる。宝座は、 聖教会の機密の中心である。生体機密を行う中心の場である。目白く、四章二節にある宝座をかたどるものとされる。宝座には、普及体が収められる。初代教会時代に、信者たちが迫害から逃れて、地下や墓に隠れて引き継ぎ、墓石の上で、生体礼儀を行ったことを記念するためとされる。宝座の上には、装飾に富んだ敷物が敷かれ、 宝座は金などで装飾されることが多い。ハリストスの生体が収められた聖岩と呼ばれる容器や、福音業など定められた聖器物の数々が宝座の上には置かれている。タスク祭以上の新品のみが宝座及び宝座上に置かれた聖器物に触れることが許されており、方針例の場面においてのみならず清掃、布の交換の際であっても、この規定は遵守されている。 イタリ聖書の宝座は座席ではなくテーブル上の祭壇であり、これに座ることはない。司教が座る椅子は宝座ではなく司教座と呼ばれる。ディオニシオス・アレオパギティスによって古代に整理された天使の階級の一つに宝座がある。コロサイの信徒への手紙1、1章16節とヨハネの目視録、11章16節に言及されている。 本記事で言及した聖書の箇所のいずれでも、言語のギリシャ語聖書では、同じ語、シータローニューの核変化したものが、用いられている。日本聖教会約聖書ではこれら聖書の箇所に対して、同じく、宝座を訳語として当てているが、日本聖書協会の新共同訳聖書では、同箇所の語はそれぞれ、王座、座と訳し分けられている。ギリシャ語でもロシア語と同様、 玉座としての意義は説明されるが、呼び名としては、ガンマアルファーローパイイプシロンゼータアルファーである。ミューファイオタアルファータウガンマアルファー、ローアルファーパイゼータイイッタ生体機密のための、正規物宝座をイスと間違えている報道があるが、これは誤りである。日本聖書協会の口語訳聖書では、イ、ザ、文語訳聖書では、イ、ザイと訳し分けられている。聖協会の方針で、 秘密、伝統習慣ウェイバックマシン宝座についての解説、イラスト入り。ありがとうございます。